こんにちは、ちあこでーす。今日ですね、4月18日の日曜日なんですけれども、生配信バーレッスンが終わった直後に撮影しております。ちょっとね、載せる予定の動画が本日あったんですけれども、ちょっと急遽撮影をさせていただいております。前の動画で、バレエ界から消えろって言われたっていうお話をしたんですけれども、その動画のコメントたくさんね、いただきまして本当にありがとうございます。一つ一つね、しっかりと読ませていただきました。本当に感謝でございます。で、ちょっとですね、時系列はよくわからないんですけれども、その動画の前に、ケケチャンネルの松浦恵子さんへの批判が、話題になっていたそうで、私そのことを知らずに動画のこのバランスボールの動画を前回撮影してたんですけれども、そのコメントがね、本当にたくさんありまして、で、ちょっとこの話題について、触れるのかどうか、いろんな意味で本当にすごく迷ったんですけれども、まあ、たくさんのね、コメントをいただいてましたし、このままほっとくのもちょっと気持ち悪いので、ちょっとお話しさせていただきます。で、まあ、私も詳しいことはちょっとよくわからなかったので、ちょっと調べさせていただいたんですけれども、まあ、以前から松浦恵子さんは、その、指導するなとかそういうことを批判を受けていらっしゃったみたいで、でその YouTube にその松浦さんがワークショップをされた時の様子を、YouTube でアップされた時に、インスタでその批判を受けているのかなっていうそのコメントを公開されたということなんですね。はい。で、まあ、まず、プロでもないのに、そのワークショップをするなとか、その指導するなっていう、まあ、話なんですけれども、まあ、そのガチのプロを目指している子たちに指導するっていう話なら、まあ、別として、そのバレエを広めるっていう目的でワークショップをされていると思うので、まあ、その、まあ、需要があるかないかの話なので、まあ、そこに関しては、そのワークショップをするなっていう批判はちょっとおかしいなと思います。そのワークショップっていうのは強制的に受けなあかんもんでもないし、受けたい人が受けるっていうことなだけなので、本当にシンプルなことだと私は思うんですけれども。で、まあ、その松浦さんは芸人さんやから、その指導したりとか、そのワークショップをするなっていうことを言われてるのかなと思うんですけれども、まあ、トップのプロの方ならそういうことはできるんでしょうけど、じゃあ私含めてそのプロバレエダンサーがワークショップをするってなったら、その松浦さんみたいにそのたくさん人が集まるかどうかわからないですし、で、あとその、まあ、ガチのプロを目指す子たちを教えなら別としてとは言ったんですけれども、じゃあその、まあ、本当にね、全国いろんなところにバレエの教室があると思うんですけど、そのご指導されている先生が全員プロなんかって言われたらそうじゃないと思いますし、で、まあ、だけど、まあ、プロじゃない、元プロじゃないから指導が下手くそなんかって言われたら、それもまた違いますし、で、プロやからじゃあ指導が上手いんかって言われたら、またそれもね、違ってくると思うので、まあ、プロやから指導が上手いっていうわけではもちろんないと思うので、まあ、そこに関してはもう本当に結局需要と供給になってくるので、まあ、そこはね、難しいところではありますね。で、まあ、今回のことで、そのバレエの広め方についていろんな方がご意見されてると思うんですけど、まあ、やり方はいろいろあると思います。で、まあ、そのやり方の好き嫌いは置いといて、私はそのシンプルに良くも悪くもそのバレエがこういう形で話題に上がる議論になるっていうことは、そのバレエを広めていくっていう上ではいいことなんじゃないかなと私は思います。だってやっぱり知ってもらわないとまず話題にも上がらないので、はい。で、まあ、その今日本ではやっぱりそのバレエっていうものは、その海外とかヨーロッパみたいにその一般には浸透していない中で、まずはそのバレエっていう存在を知ってもらう。で、そのまず知ってもらって、そこからいかにバレエが楽しいかとか、バレエが美しいかっていうところをその広めていくっていうところが、私たちプロバレエダンサーの仕事だと思ってます。だってまず知ってもらわないと楽しさっていうのは分かっていただけないので、はい。
でまあこんな話をすると YouTube やってるくせにってまああのおっしゃる方もいらっしゃるかと思うんですけど、はい、まあ、まずは知ってもらうっていうことが私は一番大事だと思います。まあ、私自身もちろんそのプロバレエダンサーとしてプロとしてのそのプライドはあるんですけれども、まあ当然私より上手な人っていうのもいろんなところにいるわけですよ、世界中。はい。でまあ私の考えとしましては、その YouTube を通してまずはバレエを気軽に楽しんでもらえるっていうことを知ってもらって、でまあ私がまあ踊ったりしている映像も見ていただいているので、まああのプロのバレエのレベルはこういうもんなんだなっていうことをあのまあ見ていただきつつ、でさらに上のダンサーでよりそのより技術性の高いバレエを見るあのきっかけをのになる役割を果たせたらいいなと思っています。これはですね、あのまあバレエの鑑賞にバレエ見るっていうことに関してですね、はい。でまああの私自身こう自分の踊った映像を皆さんに見ていただいたりしているんですけれども、まあこれは自分うまいやろどやって言って見せてるんじゃなくって、あのバレエってまあこういうもんなんですよと、まあこんな感じで楽しく見ていただけるんですよっていう思いを込めて、私はあの自分の踊りを見てもらっています。はい。でなのでまあもちろんいろんなご意見はあるんですけれども、あの、まあ、楽しんでこうバレエを見ていただけたらいいなと私は思います。でまあこれは私の考えなんですけれども、まあもちろんバレエは芸術で美しいものではあるんですけども、そこだけを追求してやっててもそのバレエを知ってる人しか楽しめなくって、そのバレエを鑑賞しようっていう人の層はなかなか広まらないんじゃないかなと思います。やっぱり私もバレエ大好きですけど、やっぱりなかなかね一般に浸透していないっていうことがあの事実ではあるので、でまあいろいろ言ったんですけれども、まあ本当に言いたいことはもうみんないろいろそれぞれ人それぞれのやり方とか考え方があって、私はそれで全然いいと思いますし、まああまりぶっ飛んだあまりになんか違うことダメなことをしていたらあれですけど、で何が正しいこれが正しいっていうのはないので、なのでお互いを尊重しつつ、はい、やっていったらいいんじゃないかなと思います。まあこれはバレエだけに限らず全てのことにおいて思うんですけど、うん、なんか人それぞれいろんな考え方とかやり方があって全然私はいいと思いますね。なんかそれでまた新たな発見になったりとか、あこういうこれの人はこういうことを考えてるんやっていうことを、うん、何でしょう、知れるきっかけにもなると思うので、私は全然いろんなことがいろんなことがあってもいいと思います。まあ批判とかがねちょっと話題にはなっているんですけれども、私も、まあ、言えないようなこともたくさんありますし、でもその今までバレエ界を作ってきた方たちにはもちろんリスペクトはありますし、でまあバレエ界はバレエ界でその守っていかないといけないっていう部分もあるので、まあそのあたりはそのバランスを取りながら、はい、やっていきたいなと思います。はい、ということでめっちゃ YouTuber なことをしてしまいましたが、あ、まあ YouTuber か、はい、まあこの件に関してはもうこれで終わりたいと思います。また次回からですね、ゆるゆるしたあのちあこっぽい動画になりますので、また次回からもね楽しんで見ていただけたら嬉しいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Lucky, lucky, lucky me.